皆さんお疲れ様です。どもども、今日もまったりアースリバイバル配信をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は特に予定がありません。笑。廃品がね、だいぶ在庫がね、なくて、わざわざ廃品ジョブに切り替えたのに、全然廃品を集めてないので、廃品を集めつつ、まあいろいろね、やっていこうかなと思いますが、しかし、今ね、ペットガチャをね、どうしても天井まで回したくて、まあ、青石はね、ミッションクリアするのに、こう、毎日のコツコツやるしかないから、もうどうしようもないんだけど、何か方法はないかね。ハルソンさん、こんばんは、いらっしゃーい。よいしょ。だいぶ今日は放置してたな。いろいろ欲しいんだけどさ。ビーナスマッチングするかね？ビーナスマッチングすんならビーナスやりたいんだけど。そういや、今日さ、たまたまさ、ちょこっとだけ防具のジョブ素材売ったんだけどさ、なんか、すんげえ勢いで売れたね。すんげえ勢いで売れた。なんか今、廃品先のこと考えて廃品に変えたけど、ちょっと見余ったかもしれんな。普通に、ラテックスいっぱい集めて、のどきれいっぱい作って売った方が良かったかもしれん。金塊が欲しいってなれば。すんげえ勢い売れたよ。あと売れるのないんだよね。60個で、ないな。やっぱそうっす。希少家具素材を、あ、そう、希少家具を集めるの忘れてたわ。希少家具ポイントが今ちょっとしかなくて、杉材、動物のとこをちまちま売ってます。いいね、豆でいいね。お疲れ様です。マネキンさん、いらっしゃーい。今日ランダムのさ、この13のやつをやりたいから9000貯めたいんだよね。これが欲しいんよ、これ、これ。この鶴みたいなやつ。鶴？白鳥だったわ。これ欲しいんだよね。ゾウさんも欲しいんだけどさ、ゾウさんも欲しいんだけど、うちのお家に合うのが多分こっちなんだよね。硫黄売れるんだ。俺硫黄もう完全電力素材にしちゃってるわ、今。これもいいなぁ。チビビさん、こんばんは、いらっしゃーい。ということで、なんだかんだいろいろやって待ちながら、素材も集めていこうかしら？かしら？これ余ってんだけどさ、ねえのよ、素材が。重ねたいんだけどさ、このスクリーンスピーカーなんか5個あるからな、設計図。つまり片方5ランクまで上げれるとこだよな。初見パンダでーす。初見やないや。
初見、むしろ初見で初見パンダでーって入ってくる勇気がすごいわ。初見の人で。もうだいぶアウェーなるで。もうだいぶ猛者だよ、それ。初見パンダでーすって言ってくる。あ、初見です、こんばんは。なんか初見ですが流行ってるのか、今。初見つながりがあったぞ。ダイヤさんいらっしゃい。レア家具ね、欲しいんだよね。俺今何本あんだろう、今。待って。あ、計算しなきゃいけない。これ187しかないんだで。これを300にしたいんだよ。ヴィーナスポチッとなって。ヴィーナスマッチングするかな。まずね、PC 勢がまあね、いるだけでね、マッチング難易度がね、格段に上がるから。ガーサこんばんだーって。ただね、一人よりも二人の方がマッチングがしやすい。一人やってる人がまずいないから、今。みんな二人パーティーなんだよね。デュオなんで、デュオ。ダイヤさんこんばんだーって、挨拶は大事ということで、まあマッチングするまでの間、まずゼウスコーナーにゼウスに行って、とりあえずチケットと素材を集めつつ、あれだな、ウワワさんのおかげで遺産59種行きました。今何個あんだっけ、68個、今俺確か1個やってないんだよね。ほら、67個。あと1個なんだけどさ、オーバーロードしてないんだよ。オーバーロード素材があれば、やるんだけども。あ、これワープしていいんだっけ、今って。ワープしたら外れる？オッケー、外れてない。よし、行こう。急げ。てか、俺、廃品にしちゃったからな、もう。なんでもいいんだけどさ、もう。あ、果物発見。まあ、なんか、全然見つかんなくて、この果物の存在忘れてた、俺も。あるんだね、ちゃんと。俺、廃品にしたからな。で、やめろ。素材が欲しいです。はい。マッチングしてくれたら最高だけどさ、ここでマッチングしたら下手したら死ぬんじゃね、俺。やめろ、ワープさせるな。お前か。やめろ。こいつは飛ばしてくるからな、変なとこに。マジ迷惑。家具データ欲しい。だ、家具データ欲しい人はもうね、金塊で買ってさ、分解するしかないんよ。俺はここのさ、変なあのボロボロ布もさ、使うからさ、全部拾ってるけど、本来はあの、家具付けのピンクいやつだけ拾って80個取るっていうのが本来の集め方だからね。ここめっちゃ効率いいと思うけどな。そうか、俺石もないから石拾おうか。最近その鹿のフェット連れてるし、よく見かけるんですが、けどアタッカー連れてく時代終わってないよ。終わってない。
使い分けだね。俺昨日試しにさ、あの宴鹿さんで行ったんだけど、だいぶダメ落ちたしな。ただ耐久めっちゃ上がった。だから安定的に多分ダメージ出したい人はエコーだと思う、育ってるんだったら。まあ、俺はレンジャーの子が育ってるから、まあレンジャーだけど。ただ普段使いは俺鹿さん。だもしかしたら、もう、俺もう一つ、一つっつか、もう一個あげたいんだけど、あげたら、鹿さんの方がレンジャーより上になる可能性もあるから、そしたら、常に鹿さんかもしれない、俺は。レンジャーにブラックキング。エコー強いよ。エコーめっちゃ強いで。普通に単体アタッカーの中では多分ね、俺一番だと思ってるよ、エコー。昔はフェニーだったけど、フェニーはさ、そのバフが発生するのに条件があるからさ、なかなか使いづらいんだよね。あの、攻撃上がるけど。あれ？あ。エコー連れてったら、あれだよ。PVP でもさ、エコー大活躍よ。もうビシバシやってくれるから。あ、飛ばされた。あ、ここ飛ばされたらもうダメだ。のんきに漁ってられない。死んじゃう。誰かの人工島に逃げよう。はい。あ、いない、チーピピさんの人工島行こう。誰もいない人工島に行って、なくしてから戻る。はい、お邪魔しました。あの、内緒ね。内緒ね。内緒だよ。ほんとチラッとしか言ってない中、内緒だよ。あ、見られてた見られてた。やばいじゃん、もう。一部始終を見られてしまっていた。もう、ゲージをなくすためだけに寄ったなんか言えない。そして、ヴィーナスは7分マッチングしておりません。果たしてこれはマッチングするのでしょうか。いつでも使ってくださいって、ありがとう。あれが一番楽よね。なんか人工と、自分の人工と戻ってまださ、ワープし直して戻ってくるより、知り合いの人工と行って消してから元の場所に戻ってくる方がだいぶ楽だよね。マッチングが早いか、酔いつぶれるのが早いか。まあおそらく酔いつぶれるのが早いだろうな。いいよな、あの人工島っていう機能があることでさ、あの安全地帯なくなっても平気だっていうこの仕様はありがたい。じゃないと死んじゃうもん、こんなとこにいたら。まあ、俺個人的にさ、俺石ころいらないんよね。俺廃品の方が欲しいからあれなんだけど、廃品がないから今石ころ拾ってるだけで、もう家具設計データが終わった瞬間にいなくなるから俺こっから。なんかこのためだけにさ、なんか勇者のさあれ作ってさ食べんのもどうなんかなと思って。あれ石ね、石ころなくなったぞ。あるけどねえぞ。見えねえだけか。あった。てかさ、今回の月見のさ、まんじゅうさ、危険エリアの進行を遅らせてくれるっていうものでさ、他の危険エリアに行ったら遅くなんだけど、ここ変わんねえんだよ。変わんないの、ここ。もう草むしりするわ。めんどくさいから動くの。食べてもさ、食べなくてもさ、このゲージの進み速度がさ、一緒なんだよね、なんか。ただ他の、なんだっけ、
ラモンとかに行くときは、あの月見のやつはめっちゃいいよ。あの真ん中、一番奥まで行って、ひたすらそこで滞在できる。あの、食べるの忘れなければ。昨日暇でさ、ラゴンに行ったらさ、なんかすげえ追っかけられてる、なんかあの、来たばっかりの、プレイヤーさんがいたからさ、護衛してた俺。ひたすら ラゴンで護衛してました、昨日。後ろくっついてって、倒せなそうなったら、こう、ポシペシ、ペシペシってやってる。あ、モクサー最近インしてないんだ。はい、チーピピさんのお家に逃げ込んでいこう。チラチラっとご紹介では、さようなら。名前がさ、名前がパパイヤ鈴木だから多分一瞬でみんな覚えられるよ。あ、またあった。あ、取れなかった。ゼウスフルーツ。俺、ゼウスフルーツ存在忘れてたけどな、もはや。覚えやすくて、人の名前やもんなってね。あ、終わった。あ、もう拾えなくなった。よし、場所変わりまーす。もうここにいる必要がなくなりましたで。これ下火の消費しようかな。俺今さ、廃品防具だからさ、パパイヤ鈴木。今日は50個取れた。これで400でしょ。でもこれでも足んないんだよね。9000欲しいから、残りの分を分解しようかなんか。あるかななんか。あ、これしかないや。え、これさ、4しかもらえないの？マッチがなかなかしないよね。やっぱ買って売るしかねえんかな。とりあえずこんだけあっても使わないから、ちょっと分解しとくか。いや、いいか、分解。ちょっと整理します。何使うんだっけな、あと素材。もうないよな、これなんか。あ、そうだ、あれ使うわ。硬い機材あれば。ああ、レインボーユーカリがないな。骨。マジ、木材の時にさ、いっぱいさ、樹脂集めときゃよかったな。ほんと。すぐ交換しちゃったな。結構樹脂使うんだよね。マッチングしねえなあ。やっぱり俺はあれをやるしかないのか。今、ペットガチャさ、430連まで頑張ったんだよ。この490連まで頑張んなきゃいけない。
豊川で木材取ってるのでしてやれば、まあ一応取るやつはあるからついでに集めなきゃいけないからあれだけど、あーあと60連分どうにか工面、来週30連分のお得なやつを買いの週間達成報酬で10連もらって40連でしょ、残り20連どうしようかな。これ暗号解読機で貯めたとしてもまあ数枚でしょ。通話にいる物資輸送のあいつ倒したら近海出ないかん。近海出たらみんな倒してるな。そしたら鹿さんもう一体来ねえかな。初のさ鹿さんが今333なりそうなんだよね。323だから今初の323ペット。レンジャーも312だからな。ニャンコンは321。だから一番出てるよな、今回。で、420連の天井出たのは、サポートキャラのニャンコだったから、ニャンコが321になりました。とりあえず廃品集めようか。廃品が一番在庫ねえんだよな。その間にマッチングしてくれたらいいけどな。もうあれだよ、データとヴィーナスをやらなくなって早2ヶ月目。2ヶ月はギリ経ってないかな。そんくらいやってないよ本当に。でもさ、PC 勢がいないからって言ってたけど、最初はさ、別々だったわけじゃん？その、なんか、超新星に行ったら、なんか、マッチングしづらくなるよとは言ってたけど、マッチングしてたわけじゃんか？言うて。30分までなら許容。マッチングしてたのがマッチングしなくなってるから、それだけ人が減ったっていうことなんだよね。ててで、俺さ一個さ無視してたのにさもう一個来た。逃げ足。ロボットの心も無視してたのに今日。臨時イベントが2個目来たんだけど。あーでもあれかな、もう一個欲しいからこれを話した方がいいかな。探索ポイント欲しいな、ちょっと。これ話すだけ？うまくいきませんよ。パーツを見つけないと。ああ。終わりじゃん。俺が今集めて一番足りない素材じゃん、これ。俺が一番枯渇してる在庫を持ってきやがった。なんてやつだ。俺が今一生懸命集めてる他のやつは500個以上あるのにあれだけねえんだぜ。全然使ってるから工具生産でひどいやつだ。1500ありやーっつってて、マジでさ1000超えたらジョブ変えるのをおすすめするよ俺は。ぶっちゃけ廃品変えたとしても廃品さえあって
それを作るジョブさえ残ってたら、あの防具とか武器とか変えなければ作れるじゃん、その大元の素材さえあれば。マジでね、違うの集めた方がいいよ。今地質、あ、してるのね。オッケーオッケーオッケー。絶対その方がいい。ネシーさん、こんばんは。だけど、ドゥーがでバズダイン。違うやん。もう。地質なんか一番集めやすいじゃん。あっちこっちにあるから。廃品が一番めんどくさいよな。廃品とモンスタードロップをめがけてあっちゃこっちゃ行くしかない。20分経過。果たしてこれはマッチングするのだろうか。マッチングして果たして勝てるのだろうか。廃品はアーカイブ流しつつっていう。俺釣りの時はめっちゃさ、映画見ながらめっちゃ釣りやってレベル上げてたけどさ、これはもらってこ、赤いの。ヴィーナスのキャリーしてもらえてこ、キャリーできるか怪しいで。結局俺と一緒に行くと多分超新星になっちゃうから、多分。あ、今回そうだ、アップデートになったね、30。でも言うて30にしても大して変わんないよ。なんか永遠にほ、あの、アイテムボックスがいっぱいになるまで放置できるなら楽だけど、だいぶ違うことできる、その間に。あれ、まあ、300くらいあったらさ、そのポチッと押してからさ、その溜まるまでの間、まあ、ちょっと時間経過してもさ、違うことできるじゃん。アップで内容とか見れないからめっちゃびっくり。え、見れないの？あの、一番最初のスタートするときとかにさ、出てくるやん？あ、見ないのね。見れないじゃなくて見ないんだね。確かに、でも今回のやつは、このアップデート内容以外に、なんかその修正内容がいっぱいあったんだよね。もともとこう、なんだろう、やってくださいって言われてた修正内容もあってめっちゃ長かった。300あれば寝てる時にやる。そう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 、寝る前にポチして、朝起きたら終わってるみたいな。まあ朝起きたら、まあ起きる前に終わってると思うけど、俺いつも、なんか400、500普通に釣ってたからな。映画見ながら。アスリバの修正内容、毎回短編ショートで。長いよね。長いし、なんかさ、細々してるっていうか。でそこになんかの武器の修正とか入ると、さらに細かくなるんよ。どこだっけ。だ今回なんかいろいろ含まれてたね。
これはマッチングしないかな。そもそもさ、マッチングしないのもあれだけど、今ヴィーナスやってる人いるの？そもそもやってる人がいないとさ、絶対マッチングしねえからさ。なんかデータは結構やってる人多いけど、ヴィーナスは多分いなそうだよな。外すともう一回一からスタートだよ。誰かがもし待ってるんだったら、あの一番後ろまで戻されちゃうで。この間バトルバスに入ってて、久々に行ったらマネキンさん気に入ってボコボコされました。あオッケー、いいよ。多分俺が多分スマホでやれば多分マッチングしやすいと思うけどな。スマホでやると配信上ではできないから、キャップ棒が今ないから。ヴィーナスやってるけどマッチングするとき強制的に落ちる。なんかスマホとかはなんかあるらしいね、それね。なんか強制的に落ちたり、ヴィーナスやってるのにデータに飛ばされたりとか。まあ、飛ばされた先にできるかと思ったらどっちもできないっていうなんかバグがあるらしいね。で、どっちも、そしてヴィーナスとデータにその飛ばされた人がいるんだけど結局落ちてるから、スタートからこう一人足んない状態で始まるっていう、なんかめちゃくちゃ迷惑って言ってたわ。5年前のスマホ、なんだろうね。なんか多分何かが多分アップデートで、なんかそのバージョンとかであるんだと思うよ。その互換性的な問題とか、まあネットのサーバーの問題なのか分かんないけど、ご飯食べ、いってらっしゃい。ちょっと俺一人なんだけど。俺一人取り残されたんだけど。やっぱ PC はマッチングしないんだね。逆に俺やってみようかな、一人でヴィーナス。3ヶ月以上マッチングしない。俺もマッチングしない。だから一回バグってスマホとなんかサーバーが一緒になった時が一番のフィーバータイムだったね。あの時俺急いでやって超新星の2まで上げたんだけど、フィーバータイム終わっちゃったから途中で。ヴィーナスまで上げきれなかった。あん時めっちゃ良かったよな。本当になんかめっちゃマッチング押したらすぐマッチングみたいな。パソコンの人とはパーティー組んでも競技モードできないのかな。あ、なんかパソコンの人はモバイル版、スマホの人にパーティーを組んでもらって、そこに入れてもらうと一応できるんだけど、ただマッチングはなかなかしない。スマホ版の人がね、あれ作ると一応スマホのサーバー扱いになるんだって。だからむしろそれしか方法はないんだよ。で、そのパーティー組んだ人数によっても、そのマッチングするそのパーティー
その敵になる人のパーティーとかが選ばれるから、まあ、2人になったら大体2人のパーティーが多く選ばれて、その人たちでマッチングするみたいな。まあ、2人3人は大体一緒のマッチングって言ってたから、まあ、あれかな。あ、間違った。だからスマホ2人、PC1 人でやった方がいいのかもね、もしかしたら。あれ下かこれ。多分ヴィーナスやってる人いないんだよね。ヴィーナスやってた人もみんなデータやってるから今。あ、バグってる、バグってる。取れない。ダメだこれ。あと、ハルソースさんが水星の3くらいまで上げると、なおマッチングがしやすくなるよ。やっぱり序盤だと水星とその1個下のところにマッチングしやすいから、3話ぐらいまで上げるとなんか超新星の枠組みに入りやすくなる体感で。俺もそうだったもんな、確か一緒に最初の頃超新星の人と一緒にやるとき。そうか、ご飯つけたな。いつの間にか。あ、やりたいな。データは数こなせばダイヤモンドいけるけど、ヴィーナスは上がりにくい。下がるのが多いからね。下がるのが大きいし、上がるポイントも少ないからな。データの方が多いからね。ただ来シーズンからデータもヴィーナスもできないから、報酬もらえないってなるとちょっとあれだな。初回のシーズン終わってさ、シーズン変わった瞬間にめっちゃもらえたもんな、報酬。ノラキャリーやめれないあ、上げられるとこまで上げちゃった方がいいよ。報酬もらえるから、その分。あのシーズン終わった後に、シーズン終わったらさ、2個下がるんだよね、確か。2個くらい下がって、でそこまでクリアした状態からスタートするから、報酬がそこまでもらえるんだよ、当然のごとく。
それが大きい、マジで。超新星までは頑張る。超新星までは、マッチングさえすればいける。一瞬回って戻ってきちゃったな。行くか、違うとこ行くか。個人的に一番はそこだよな。ここじゃねえな。ここだ。人がいなければ稼ぎやすい。ヴィーナスはもう人気ないもんね。データはその回データはすごいからな。今は多分データとエデンだね、人気スポット。エデン。力ダメージはエデンだね。もうでも一応明日からさ、今来てるなんかプラリアン系のイベントの新しいやつが来るから、若干ちょっとやること増えんじゃない？なんか。いいなぁ。スマホでやろうかな。拒否の流れ。高度は70じゃない？流れた。
いてて。なんで？なんで反応しなかった？落ちたんだけど。通り過ぎた、通り過ぎた。どんどん落ちんだけど。めっちゃ嫌いな子いる、ここに。地球は青かった。69で来るかな。わからんな。でもどこでタスク来るかわからんね。せっかくあそこまで行ったのに死んでしもうた。まあここまで帰ってきたから違うとこ行こう。次はうって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 次の新ストーリーはどこなんだろうな。上の方行くのかな、マップの。そうだっけ。あ、また来た。めっちゃ来るやん。なんか臨時クエスト怪しい。そんなことより俺はあれが欲しい。素材も欲しいな。人間今日の消化分は余裕で超えてたな。そして全然マッチングしないまま16分経過。そうや、マネキンさんいるタイミング言えばよかった。ショットガン縛りやればよかった。忘れてた、すっかり。あ、いた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 、
マッチングしたけど流れそう。待って。スマホでつえぐんでさ、あ、了解了解。何やろう、そしたら何やろうかな、車まで待つか。あとやってないの、ああ物資輸送とかやってないの全然。もうダメだな、諦めよう、ビーナッツは諦めよう。もうしょうがないよ。エデンで溶かされに行くか、もうエリート戦場やるしか、もう手段は残ってないね。物資行こうかな。まあ、やってないから。物資輸送行く人。1人、あと2人。物資輸送あと2人いませんか？いないかな。じゃあ野良さん入れていくか。いねえな。あ、行く？人がいない。いなかった。マネキンさんは？
あ、じゃあマネキンさんも、あと春ソースさん待ち。まだまだいません。あ、来た。いない、いない、いねえぞ。ここ閉じなきゃダメなのか。増えた。行こう行こう。あ、楽なやつだ。車は楽だな、振り落とされないから。立ってるだけで進む。楽だって。あ、生き残りいた。だな。クライム課金セラフィムスタイル。セラフィムはね、なんかね、基本性能っていうかキャラが育ってる人が使うと S ランクより強いよS より強い。セラフィムはね、あれね、ちょっと化けてるんだよ、多分。A タイプの、なんか弱い古いバトルソース化けてるだけで、中身の本体性能 S だから。あやつは。あ、早く3万欲しいで。エリート戦場まで何もやることねえ気がするぞ。今日コルクもないしな。エレンでも行く？スマホ屋に戻ります。
ショットガン縛りはあれか、配信終わってからやるか。配信中のやつはあれだからな。俺、あれも面白いよな。今やっと思ったけどさ、物資輸送もさ、ちょっとあれ、ショットガン縛りとか面白いな、スンデとか。でも俺、ショットガン持ってるんだよな、ショットガン。もうほぼほぼエリダノスじゃん。もうほぼほぼあれじゃん、スキルが使えないエリダノスじゃん。これあ、すげえ、めっちゃ出てる弾。え、これこいつさ、コード使えるの？コード使えるんだ。とりあえず前もなかった同じ。え、縛りの時コードなしの方がいいんかな。コードつけたら一緒かな。なんか一気にまとまったよ。なんか散らばってたのがさ、なんかまとまった。すんげえ中心でまとまったんだけど、急に。コードを知らないから。なんか調べり具合が違うな。特化ついてんだこれに。何これ？84246411484。84246507575。どういうこと？茨つけてた死ぬ。あ、スキルないから減らないのか。待って、特殊特化あるじゃん。でも、内容わかんない。しれっと特殊特化あるわ。あ、ダメだ。茨つけようと思ったら、これつけなきゃいけない。こっち、もう元。だから、どの道何かつけたら火力上がっちゃうからな。隣接用火ダメージ軽減6クールタイム短縮。あ、近接使用時か。めっちゃ上がるけどな、これだけでも。茨。あれ？あった。な、変わった？そもそもスキル使わないからつけても使えなくても変わんねえよ。そもそもが意味ないよ。スキルのクールタイムだから、これ。
あ、エリート戦場、これショットガンで行く？エリート戦場怒られるかな。さすがに怒られるから、エリート戦場ショットガンで行ったら。エリート戦場ショットガンコード特化でなしで行ってみたっつって。やっぱあれだね、あの自分たちで完結できるやつにしてもね、なんかあの怒られそうだから。お前他でやれよって言われる、よそでやれよって言われれば。とりあえずあれだな、チャレダンだな、まずは。そう、今日やろうと思って忘れてたわ。そういや、そうマネキンさんが確かね、カース休みなんだよ。ヴィーナスで縛ったら速攻死ぬ。ヴィーナスでやったら、まあ、倒せないかもしれんもん、下手したら当てても。でもこれだけ見るとさ、別に弱くねえよな、ショットガンって。あとスキルがない状態の通常だけでどこまでいけんのっていう。下手したら対人強いかもしれんけどね、言うてショットガンだから。みんなすれ縛り、まあなんかミニコンテンツでなんかありそうだけどな、そういうのも。できないことはないと思うよね。まだあの一個コンテンツ解放されてないしな。まだ時間あるなぁ。あとなんかないかな、やってないやつ。やっぱエデンだな。エデン行こう、エデン。誰かいる？いねえな。うわ、いきなりいる。いきなりいたけど、こっちで攻撃してきてないから。なんか、あれじゃない？いて、お前攻撃してくんなよ、ペット。一緒でやってんのかな、多分。え？倒された。こっちに害がなければ別にいいや。なんかやってんのかな。あいつくどこだっけ、あのいっぱいいるところ。これぞエデン。画面映った瞬間赤かったからだ。あ、終わっちゃった。もう終わりなんだけど。まだ300しか溜まってませんけど。誰中途半端に殺したの、あれじゃ分かんないじゃん。さ、全部殺してけよ、殺すなら。あ、いた、なんか。600982、あとちょい、あとちょい。あ、終わった、終わった。あれ、なんか残ってんな。
ああ、グアバさんじゃん。見学、見学、見学隊。もう集め終わったけどな。敵がいねえんだよな。今日のエデンは平和ですね。大体いつもなんか10時過ぎるとさ、エデンが地獄に勝つんだよ。あの 10時頃のエデンはマジで地獄だから。あの、近寄ったら間違いなくね、もう誰かが近寄ってくるよ。本当に。一人が近寄ってくると2、3人まとめてくるからな。夜のエデンは、戦闘狂しかいません。これどうやってんの？うわ、気持ち悪い。なんか、その、はい、めっちゃ早送りしてみたい、これ。やめよう。なんか、画面酔いそう。見てる人に怒られるわ、マジで。やめろーみたいな。トーラーのシールドをスキルをした瞬間に武器切り替えで。なんか、そんな裏技があるのか。裏技だ。あ、お風呂行ってらっしゃい。レッドプレイヤー来ねえかな、レッドプレイヤー。平和ですなぁ。さっきいたんだけどな、赤い赤文字の。マジやるところがさ、エリート戦場者残ってないやと。誰か来た。あ、クロちゃんだ。敵を探しに出てきたのに。さあ、クワバさんもやる？あれ、配信終わってからさ、ショットガン縛りでちょっとあちこちに挑戦しに行くけど、今一人足んないんだよね。いなかったら3人で行こうかっていう感じだったけど、なんかすげえおもろそうで。なんか今日はキャリー予定の、あ、了解了解。なんかおもろ、なんか2人増えた。2人に増えた。片方は武器持ってて、片方は武器持ってないわ。その状態で変身できるの？おもろ。あ、そのまんまだ。変身、新しい変身じゃん、これ。待って待って。
あ、ちょ待って待って、邪魔だ邪魔。これは取るべきだ。なんか一人撃っちゃったけいいかな。一人ちょっと、あ、下向いてる。下向いてる。なんかずれた。こ、あ、誰か来た。誰か来た。待って、ちょっとちょっと。待った。あれじゃない？これ。あ。徹底的瞬間じゃんこれ、ある意味。ちょっと、ちょっと、アピマルやんけ。記念撮影中なんてことしてくれんねん、ま、どこや、どこや、どこで殺された。ここだ。俺はどこにいる。そう、襲撃じゃん。マジ人の撮影ジャンボ妨害すんじゃねえよ。あ、ここに来るかな、取りに。せっかくの記念撮影中に来ないかな、ここ。それ俺さ、ワンチャンペット券取れそうだから、ここちょっと待機しよう、あと数秒。え、回収された？取ってないのに。どこだ。やめろ、やめろ。で、アピマルは？で、どこ？あ、来た。あれ、これじゃない。あれ、今一瞬いたよな。今のクロちゃんか。これ、これクロちゃんか。いた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 。俺は悪くない。先に仕掛けたのはあっちだ。記念撮影してただけだもん、こっち。あれ、どこだ？マジで記念撮影一瞬、徹底的瞬間。名前写ってなかったよな、あの写真、確か。さっきのさ、名前なかったよね。ダウンロード、あ、写ってないわ。もう完璧突進してきてるもんな。遠くに一人いるのはあれクロちゃんかな。あと分かんねえや。あと2回殺されてこようか。そしたらあのマーキングできるから。あ、来た。
あった。いや。あ、ご飯いってらっしゃい。硬すぎる。あ、近いな。あ、ここ通れないのか。そう、なんか結構ね、あのスキルよダメージ軽減とかがめちゃくちゃ高いらしいよ、噂では。あれ、どこだ。あ、上だ。あれあれ、クロちゃん。あ、ここだ。死体置き場がある。誰かが死体になってるな。この辺に誰かいたな。どこだ、どこだ。手前とこ苦手、これ。なんかマネキンさん死んでるよ、なんか。これはこれで楽しい。だからみんなやってるのよ、これを。これをね、これを楽しいと思っちゃうと、今度これしかやらなくなるのよね。いたあ、これでヘビだわ。これでヘビになったぞ。よし、マーキング。これで場所がわかるで、もう。これ次から場所がわかるで。どこだ。いた。遠いな、おい。これね、ハマっちゃうとね。この辺だったらいたよな。いやここなんだな。戦闘地帯ここなんだな。なんだお前は。いた。もういた、もういた、もういた。ひっついた。いたんだけど、戻ってくるの早くない？なんでそんな端から端まで飛ばすんね。で、あ、反対だった。こっちだった。あれ、いなくなったぞ。
あ、死体が消えた。よいしょ。どっから来る？どっから来る？あれ？いた。あ、遠いな。まだ。あっちだ。追っかけろー。あれ？あ、宝箱出てる。そこか？全然違え、下だ。いってえな、おい。いたー勝てない。いてじじいじでもやられた。あのた根気しといてただの人違いですって言えないよめちゃくちゃ人違いなんだけどな。アピマルを探してたらマッチイージだったっていう。どこ？あれいなくないもん。あ、いた。俺どこ？左側か。あっちか。こっちか。ででででで。誰かが戦っております。追われております。えい、あれ？どこにいるかもう分かんないな、これで。あ、来た。あ、凍った。凍っちゃうとダメですね。遠いな。
わかっております。グラマさんがその辺干渉した中走ってた今。待て、こんばんは、いらっしゃい、こんばんは。ダメ、よそ見したら死ぬわ、ここ。あ、じいじももうチェックインだから、マーキングしたるからな、もう逃がさんからね。じいじどこ行った。いた、じいじ発見。あら、あ、いなくなった。おかえりー。みんなご覧して、でもこれ俺見て、俺安定だからね。俺ちゃんと緑プレイヤーだから、俺ただ正当防衛してるだけだから。アピバレに勝てねえな、硬すぎる。だっ、目標がタスクさん。エベンで行こう。標的が現れましてね。あの、さっき記念撮影してたんだよ。あの、3人で記念撮影してたら、なんかいろんな普通のプレイヤーがいっぱい来てて、何かなと思ったら、突然ヘルメットが突進してきて殺されたのよ。ただ単にあの、記念撮影してただけなのに。だから今仕返ししてんの。だからめっちゃ人が来るから、あの、スキャンしに来たんかなと思ったら、ただ単に逃げ惑ってたんだね。追われてみんな逃げて。入ってきて、で、それを知らないから、頑張って撮ってたんだけど、そしたら、映り込んだのよ。まさにこっちに突進してくるヘルメットが。あ、来た、まだ。勝てーよ、マジで。硬すぎる。どんだけさ、経験ついてんの？パンダの火力では倒しきれません。アピマルは。無理です。あの、シールドさえ全部削れてないもん。半分くらいで終わってたの、シールド。ちきしょう。怖い怖い。おとなしく後方腕組みして出場しよう。参加しよう、参加。お借りいただけたろうか、後ろに映る、突進してくれる。そうだよ、ちゃんと証拠写真撮ってあるからね。あ、誰？あ、じいじじゃん。この野郎。あ、いた！まあ、生身の体にバトルスーツとは随分じゃないの？随分じゃないの？近くにいいんじゃないの？そして。生身の体にヘルメットとか、ダメでしょ。あ、リュタさんいる。リュタさん来た。やばい、続々と。ああ、変身は解いたのに。あんたさん強く生きろって。やばいよ、ギルドメンバーが着々と集まってきてるよ。多分アピバル出現報告が多分飛び交ったんだね、きっとね、裏で。どこにんだろう。これは違うな、これリュタさんでしょ。どこだ。旦那さんね、自分がやってる時はエデンって欲しかった。いや俺基本エデンいないよ。俺エデンの住民じゃないよ。今日はたまたまそのエデンでそのミッションだけ達成して撤退する予定で、のんびりまったりやってて、最後に記念撮影したら殺されたからやってるけど、基本いないから、ここに。ここに入れる戦力してないもんだって、まだ。
通学中に来てほしかった。まあいいや、今なら行ってもいいよ。でも今のエデンの推奨戦力多分20万ぐらいだから。推奨じゃないな、最低戦力20万かもしれん。どこだ？アピマル。あ、いるじゃん。近い。いた、誰かいる。誰？違う人じゃん。こっちでもいるわ。半分ぐらいだわって。こんばんは、いらっしゃい。誰この人。あ、いた、アビマル。いなくなった、どっか行った。ではでは頑張ってください。どっかいたぞ。ワープしたぞ。あ、上にいる。いるな、近くに。いるよ、ここに。あ、来た。あ、いや。もう居場所が分かってからの襲撃が早い。あ、近い。奇襲。そう、いるって分かった瞬間飛んできたら、ヒューンって。あ、違う人倒した、ピマルが。硬いよ。この野郎。ジージで、今のジージだったな。あとどこにいるかな、みんな。あ、後ろに、え、いるわ。こっちだわ。この上にいる。うまいことすれ違ってるな、今。あれ？どっか行った。あ、上に、あ？こっち？移動してるからな、あっちも。ここかな？あれ？どこだ？あ、もう通り過ぎてる。もうめっちゃ移動してるわ。この辺にいないかな。めっちゃ死体の山。あれ？あ、いいね、いい線いってる。いた。中だ、この中。
2人いたな。2人がいたよ。ここも行けばすぐ着くわ。どこ行った？あれ？街歩いてるだけですごいギルド勧誘。まあ今みんなメンバー探してるからね。あの新規勢がなかなかいないからさ。俺いなくなった。めっちゃ移動してる。あれだ、将来有望なメンバーを探してるんよ。あれ？もうすれ違い。みんな終わったっぽくない？誰もいないもんね。もう撤退します。さらば。なぜここにいんの？こっから行ったから戻ってきた。いや、大変な目にあったわ。将来無謀。でもあれだよ、でもあの安全調査とか毎日やってくれる人がいるだけでも全然違うからね、ギルドとしては。あ、ご飯食べ行かなきゃ、忘れてたわ。いやー大変だったねー。俺の今の火力じゃ全然削れないから、攻撃最低の9000は必要。9000ぐらい必要だな。9000のやっぱり防御を4000以上上げないと、4500 5000くらないと多分ダメだな。あれはあの感じ、当てても倒しきれないから、ある程度受けれるくらいの耐久を備えないと無理だわ。あれは無理や。チキショー。まあ俺はわりかし平和なエリートに行くで、わりかし平和な方ね。え、ワイ無課金。別に無課金でも全然いいと思うよ。遊び方いろいろだからね。戦力を上げてめちゃくちゃこうガチ攻略する組と、無課金でさ、何無課金の範囲でこういろいろエリート戦場とか PVP を楽しんでやったりとか、他の建築とかそういう他の要素でね、
楽しむとかいろいろ方法あるから、単純戦力高い人だけ募集しますっていうギルドは多分すぐねダメになっちゃうと思う。むしろあ、そらさんいる、そらさんがいる、そらさん、そらさん発見した。あれ、そらさん見失った、いた、そらさんの後ろを追っかけていこう。てて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 りゅお前誰やねん。ファーストブラッド、てるてるててる。もうさっきからずっと思ってたけどさ、 PVP やる音楽じゃないよね。めちゃくちゃ陽気な音楽流れてんだよ。てれてる、あ、めちゃくちゃ見たかった。めっちゃ味方通ってったな。こっちいるな。俺こっち行こうか。てってで、あ、無人だ。あ、いた。な、音聞こえんな。でってて。え、誰に撃たれてんの？え？でてでてでてで。さすがにここでショットガン使ったらさすがに切れられるな。あーでてで。うわ強っ、やばい、危な、硬かった、この仕方。えい。ててててててて。ちない。でてる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 。でるてるてる。いた。今いなかった、こっちに。あ、これか。硬いな。
みんな硬いな、耐久。だっ。ででででででで、え？痛い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 。大事なもの。みんな集合してるやん、敵が。遠いな、そして。あれもう完封されてんのか、もしかして相手チーム A から動けないのか、そういうわけじゃなくて。これはもうあれだわ、完封作戦になってるわ。ある程度防具にチップついたし、全部外して武器に付け直しました。なんでだよなんでだよ、そのまま防具につけときなさいよ。それ外したらまた耐久がなくなっちゃうのよ。それじゃ意味ないのよ。配信率合計 100% 目指そう。 100% 目指しましょう。あれ、あ、俺コードなくなってる。待った待った待った、だから俺勝てなかったんだ。待って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 、俺さっきショットガンにさ、これでいいやってつけて外したじゃん。俺のメインの真ん中のさ、コード外れた状態なんだけど、全部どうする俺今までずっとこれ戦ってたの。だからだよ。だからさ、全然減らなかったんだよ。エデンでも。だってなんもないもん。逆にそれで倒してた俺、すげえね。頑張ったんじゃね、俺。マジ、これはやらかしてるって。やらかしてるって、マジで。これやばいやつだよ。そして今まで気づかなかったからね、俺。何つけてたっけ何つけてたっけ、何つけてたっけ。あ、まあ、とりあえず加速つけてる。加速つけて、え、加速つけて何つけてたっけ。あと加速つけ相談じゃない、運勢か。運勢。本当に運勢？誘惑は多分つけてないんだよな。多分運勢だな。
運勢に火使ってるから、多分属性の強心と無人、無人さんどこ、無人さん、無人さん、無人、無人つけて、で灼熱と、あ、灼熱と誘爆か、じゃあ連続爆破だ、連続爆破、連続爆破、あれ連続爆破、あと上位リーダーよですですそう、何か、何かがおかしいと思った、おかしいと思ってたんよ、なんかいつもとなんかちょっと違うなっていう、何が違うかなと分かんなかったんだけどさ、まさかコードが全部外れてるとは思わんかったよな、なんか変な縛り始まってたじゃん。っていうことはこれはあのもう一回エデンに行ってリベンジしなきゃいけないってとこじゃないかい。マジやらかしてるわこれ。何これ、え、何これ、は、え、今の何今の一人マッチング何、なんか一瞬一人マッチングだったけど、やったので、さっきよりは火力は上がっているはず、格段に上がっているはず。エピックバックパックを再構築10回ランダムに回心を 5% ついたので回数 99.5%、 もうちょい、もうちょいだね。なんかいるな、あれ、えい、こっちゃんです。ドゥ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 、いるなそこに、あ、まあ岩田いるか、大丈夫か、そこいるよ、あの子倒してくれた、あ、C 取られてんやん、やば、みんなこっち来ちゃったの、とりあえずいい、いいよ先に取ろう、E 取って D 取って C 行こうか、ここ無人だね、よし、 C 先行こうかな、受け止めた、パンダ無双、パン無双してない、無双してない、無双まではいかないね、
し、取り返したいな。B は大丈夫だろうな。あれ、いないな。あれ、音聞こえたのにな、今。追ってこう。あ、足りた。てて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 て、取ってる。ナイス。逆転されております。現在負けております。 C 行こうぜ。 C 待って、 C、 あれ C 終わっ、見えないところか。音だけ聞こえた今、ヘルメスの巻き込まれた前の前歩いてたやつ一緒に。味方じゃね、これ。C を取りたい。なんだよ、どっから撃ってんだよ。はい。そこかい。見えなかったさっき。透明だったのか。ここにいるな。よし。マロさんに勝てませんね。勝てませんね。どこ？上から失礼します。当たんねえな。負けたー。
知ってる人いない。よし、もう一回だけちょっとチラ見しに行こう。エデンに待って待って、俺エデンにランキングついたんだけど、46って。今日の出来事でエデンにランキングついたんだけど。あ、赤いぞ、いるぞ、パンダリベンジ。パンダリベンジで燃える。どこだ、あ、いなくない、赤い人はいるけど、あれ肝心な人がいねえと思う。あ、これだ、移動してるね。この辺か？死体がすごいぞ。違った。あ、中にいる。あんな死にかけた、なんか来たら。でもアピバルって見えた瞬間がするな今。でで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 で。どこだ。あ、消えた。あ、いなくなっちゃったみたいですね。リベンジ失敗。帰ろ帰ろ、お家へ帰ろ。ああ。今ならカバンが取り放題。だね、カバン取り放題かも今。多分いないと思うよもう。誰もいない。第1弾のエデンの時間終わったっぽいね。多分あの変異種が終わったあたりにまだ始まるよ。いやー、今日ちょっとやらかしたな。あ、データいったんだ、みんなデータ。マジ今日一番のやらかしはコードを外したまま気づかずにいたってことやな。マージやらかしてる。何作ろうかな。パプリカ作っとくか。
いやー、やらかしてんなー。でで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 。9000溜まったかな。もうあと7000、明日だな。明日またチケット買いに取りに行って集まってちょっと打って、明日多分これ回せるわ。拡張来ねえかな。早くプール欲しいな。一回プールに水に沈めたいんだけどな、一回をプールで水で沈めたいの、ここ。こっから泳いで階段登ると2階にこう上がって陸地があるみたいな。こっからジャボーンみたいな。普段どういう生活してんだってなるんだろう。こんな家。ここ空いてるのに水漏れないんだで。扉ないのに。さすがにここ扉なんもないのあれかな。なんかそう扉っぽいのつけとくか。これとか。あ、ダメだ、サイズ合わねえよ。寸法ずらさないと。あ、了解了解。頑張って。これを反転させればいいか。閉まっちゃった。あ、入れない。やっぱダメだ。この間入れたらいけたのにな。やっぱここはあれか。元の状態でいいかな。あれ？あ、こうか。うてるうてるうてるって。配信はスピーカー流してます。スピーカー流してます。家中に流れとるやん、それは。恥ずかしいね、それ。でももう9時半まで安らぎ、9時から9時半編集。スクリームマッチ1回だけやりたいな。データ出し行きたいけどな。ワンチャンもう一回ちょっとビーナスやってみる。ワンチャン。これでビーナスマッチングしたら奇跡だけどな。夜の時間帯の方がやっぱりマッチングはしやすいから。え、何これ、ペットショップって書いてある。防御力がペットショップって書いてあって、何だと思ったら、これただそこに書いただけなの。
あ、ここで終わりか。やばいな、ペット券欲しいんだよな。エピックチップだけやってくるかな。秘密暗号。みんなこれやってる？これ軍用暗号機とか、このさらに上の機密軍用暗号。こっちはね、わりかしいいのがもらえるんだよね。でこっちは運が良ければペット券とかもらえるけど、だいたい連盟ポイント、でもたまにあのギルド貢献ポイントがもらえるの、箱とかもらえたりするの。ただこれどんどん溜まってて、本当はもっとあったんだけど、昨日ちょこっとやってさ減らしたけど、このなかなかね、これをやる、これだけをやるっていうモチベーションがね維持できんのよ。釣りよりしんどいなぜならめちゃくちゃ移動するから。なんか砂漠飛んでみて、次ズーが行って、いきなりペガサス号行って、またズーが行って、次ラゴン行ってみたいな。なんか同じエリアでまとめて、その何軍用暗号は軍用暗号で探すのはいいんだけど、同じエリアでまとめてくれたらやる気出すんだけど、一回一回ワープしなきゃいけないっていうのがとてもとてもしんどくて、エピックの方は秘密暗号は割といいのが出るから、ちょっとやろうかなっていう気にはなるんだけど。どこだ、はいドゥーガはいドゥーガですね、はいドゥーガ飛びましょう。ドゥーガ行ってで、ここでもう一回使って、で場所を見たら次ここでワープして、はいどーこだ、あれれれれあれないぞ、あれあった、あ、わりかしワープポイントが近いね、これはいいとこだね。で永遠とこれを繰り返すっていうね。え、機密暗号はやる価値はある。ペット券がそのまま出てみたり、あ、はまった、また、戻ってきた。ペット券がそのまま出てみたり、ペット券できる、パズルのピースみたいなやつが5個出てみたり、エピックチップが出たり、結構、秘密暗号は、おすすめです。ただ、普通の方は、ちょっとね。ちなみにこれ倒さなくていいので、これただ後に押せば終わります。これ、上級非会見情報。あ、でも、情報解読し、ちょいふうなもらえたね。結構もらえた。そう、これだから、軍事暗号、機密軍用暗号は、いいのよ。紫の方はね。青い方は、もう出たよ、ペガサス。あんまりね、まあ、絶対無駄ではない。90個もあったら、そのうちの、何個か、まあ、10個単位いけるか分かんないけど、いいやつも出る確率はあるのかな。全くの無駄ではないけど、めちゃくちゃ眠くなっちゃうから、ボイチャとかね、話ができる人がお供にいるときに、やることをお勧めします。移動頻度が高いから、さすがにね、なんか映画見ながらとかできないんよ。次は手元に何魚かかった時に動かすだけだからいいけど、これ移動するから何かの片手間にやるのはちょっとしんどいんだよ。いや、近いじゃん、めっちゃ近いじゃん、めっちゃでもないか、これ上に行かなきゃいけないから。でってってってそういう、廃品を今集めてるからね、もう我慢できなかった今。ちょっと今、廃品集めてるからね、ちょっと我慢できなかった、何個かスルーしたけど。ほんの数秒だからね、1個取るのに何十分だったらかかったら、さすがに諦めるけど、そんな数秒で取れるやつだったら取ってきたい。ちょっと廃品がマジ足りないんだよ。
っちはさすが遠いな。さあ宝はどこだ。さっきこれでミスったんだよね。なんか読み取ってくれなくてヒューンと落ちてったからな。あ、お腹壊した。あ、あの上か、宝箱。お、ウルトラかけな、来い。あ、レアチップ。まあ、ありがたい。レアチップでもありがたいよ。今は、剣チップと一緒にね、強化できるからね。いや、どんどん取ってこ。さあ、この普通の軍用暗号、何が出るかなだよ、ほんと。まず最初の1個から、あれ、連盟ポイントだったら、ほんとね、やる気なくなるんだよ。1個目からペット犬が出たら、こっちは3枚もらえるんだよね、1回で。で、今ん?あ、上か。今、新しいペットガチャが来てて、やっぱ430連回してるんだよね。で、次の天井が490連で、その新しい新ペットは確定でもらえるんだけど、そこまでは回したいのよ。で、来週に、その、月パス買ってたから、ん?月パス買ってるから、30連分を、青石で買えるんだよね。まだ、青石も貯めなきゃいけないんだけど。そうすると、残り30連で、この週の、週間貢献、で、まあ、わりかし半分ぐらいのところにある10連、ペット券10連で40連分。なので、あと20連分をどっかで区別しないと、ダメなんだよ。あと10日間あるけど、その10日の間に、あと20連分をどうにか貯めたくて、で、その足しにできる可能性がある、この、ペット券のかけらみたいなやつが出るやつを今頑張ってるんだよ。さすがに20連って言ったら、何個探せばいいんだってなるけど。レアチップばっかり。箱見えてる箱。でもそれでワンチャンね。今日含めて10日なんかな。あ?見えなかった。何撮った今。俺今何撮った？10連、週間報酬の10連、来週ね、来週、今週はもらってるから、来週の週間報酬と、10連本来1000で1000、1000必要なところを700で買える月パスの特典みたいなやつあるじゃん。あれが、どっちも入ってると、30連分買えるのよ。本来は10連で、月パス1個やってると20連で、2つ目やってると30連っていう感じでもらえるんだけど、買えるんだけど、それをも含めた上で、あと20連足りない。で、ワンチャン細かく計算してないけど、月パスのやつで、毎日青石300もらえるから、10日あれば、3000だよね、単純に。で、3000あれば、そっから30年分2100引いても、また900残ってて、で、もともと持ってる手持ち分があるから、ワンチャン青石で10連、回せるかなっていう、無駄遣いしなかったら。ワンチャン10連回せて、残り10連ってなんだよね。で、その残り10連も、その、線を差し引いて、まだ残ってるんだったら、連盟補給で、ワンチャン1枚でも2枚でも、出せたら、ギリギリ、その最終ガチャの期限以内に、天井まで行けるかなっていうとこまでは考えてんだよ。そこまではね。だからあとはVR のポイントでもめっちゃ使うけど、1枚か2枚は多分交換できそうな気がするから、ケプラー、それを計算に入れて、ギリギリかなーっていう。でも、あと一体なんだよね。あと一体で、なんていうの?ペットを、本来は全部マックスにすると、上から順番666できるんだけど、それはさすがに俺じゃ無理だから、
ほんとめちゃくちゃ課金しないと無理だからあれなんだけど、今回たまたまさ、出が良かったんだよね、その鹿さんの。だから初のその全部オールさんのスキルにできるかもしれないっていうところもあるから、そしたらちょっと今耐久が低いから、それをこの鹿さんで補えるっていうところでちょっとモチベが上がるんよ。その防御面とか、あのよだめ軽減とかのなかなか上げづらいところのフォローができるんだったら、このまま攻撃上げたりスキルよだめじゃ上げたりしとけば、今よりちょっと戦力も上がって、まあ、さっきみたいなエデンとかいろんなところみんな遊んでるところにちょっと仲間に入れてもらえるかなみたいな。今だとただ単に行ったらワンチャンすぐ、あ敵見つかった、あやられたみたいななっちゃうから、まあ、みんなで行けば怖くないってのはいけるけど、みんなで集まっていくのは、ただこう一人とかでも負けてもいいからワンチャン 何戦中何回みたいな、一生だけでもできるような戦力は欲しいんだよね。でそのための第一歩としてこの鹿さんがね、できそうな、頑張ってくれそうな気配が漂ってるから、現時点で。そしたらね、もうガンガン、あとはチップとか上げてってさ、防御上げて、攻撃上げて、シールド上げて、で余裕があったら HP 上げてってやってって、で、武器とかの中身に、まあ、属性のチップがもうなくなってたから、単体属性が。青のデータ融合で、今火属性上げてるから、火を上げて、それ以外に、まあ、スキル、余ダメージ軽減とか、差し込んでいったら、きっと俺もね、前線で戦えるぐらいの戦力は手に入れられるはずなんだよね。あくまではずね。期待値的な問題で。そしたらね、あのギルド戦とかももうちょっと役に立てて、最近ずっとさ負け続けとるから、やっぱり負け続けると人間ねモチベ下がっちゃうからさ、課金できる人は課金したるってなるかもしれないけど、できない人はそれ以上何かをこう変化、急激な変化ってのは難しいからさ、ちょっとでも役に立てれたらいいなみたいな、みたいな、みたいな。あとは個人的にこう PVP が好きだからさ、データとビーナスができない以上、もうね、エデンで頑張るしかないから、気のせいか、オーチップの排出減った。わかんない。減ってんの？なんか追われてる。あ、消えた。あ、こいつあれ、骨くれんじゃね？骨。骨っこ食べてきた。この骨も使うんだよね、希少核の素材で。骨っこ食べて。エピックチップだ。え？エピックチップ出んの？マジで？マジで？ちょっとやる気出たわ。ちょっとやる気出た。ちょっとだけね。でも砂漠すぐ砂漠。ここまで来てすぐ砂漠ですか。あとあれも欲しいんだよね。あの木、レアの木。なんか姿見えねえけど、黄色いやつ。ねえな。おろしポンさん、こんばんは。初見です。いらっしゃいませ。よかったらファンタと仲良くしてください。出る？エピックチップも欲しいね。まあ今はペット券が一番欲しいけど。今はあのペ、あ。今はなんとかあの、今の鹿さんのね、ガチャの天井までペット券を持っていけるようにね、ちょっとチケットを貯めております。初見さん、こんばんは。挨拶ありがとう。
砂漠だってね、砂漠で今あんまり進んでやりたくない軍用暗号をやっております。さっきまでエデン行ったりエリートやったりしてたけど、どこかな次。マジ90きついなそこまでやったら僕死んでしまうな、多分睡魔に負けてしまう。近いけどなかなかあれだな。できればさ、このワープのさ、めっちゃ近くにいてほしい。もっと近く、全部近くだったらすぐ終わるんだよね。この辺じゃない？もっと先か。今日暗号でエデンで8連続でバグったヤギとヤギ、あ、来た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 、やった、完成品出た、完成品、ペット犬のめっちゃ嬉しい。今朝ボタン押し間違えてエピックチップ全部打ってしまう、わーうほほほそれはやばい、それは痛いぞ。さっきまであのコード全部外してることを分かんないままエデンとエリートに行って気づいて焦った俺よりやばいぞ俺よりやばいぞ、俺よりやばい人がいた。なんか俺なんか比べ物なんないわ、エピック全部売ってしまうわ、やばい。こう涙流さずには語れない話だよそれ。特に今だったらめっちゃ貴重だよね。前までだったらさ、ワンチャンさ、エピックだったらまだちょっとさ、その何強化できるやつがエピックだけ、ピンだけみたいな区分けがあったからまだワンチャンあれだけど、今はさどっちも使えるから余計辛いよな。というかもう頑張って貯めよう、もう一回貯めよう。それはしんどいな。それかここで思い切ってあの課金してガチャを回すとかここちょっと意を決してあの切り替えの時期だと思ってがっつり回してみるとか。つい最近なんかなんだっけ、あのなんだっけ、固定に金ができて、あのいらない方に固定の金がついてうるうるって言ってて、で出品したんだよね。でその後出張行って帰ってきた頃で売れてるねって言ってたのに、その出張が帰ってきた瞬間発狂したなんか DM が来てて、何したのって言ったら、あの出品して売れたんだよねって言ってて、いいじゃんよかったじゃんって言ったら、あのいらない方の固定金を売るつもりだったのにメインのやつ売っちゃったんだよねって言ってて、まるまるメインの装備なくなってた。あの固定で上の固定に金ついてるだけやつを売ろうとしたのに、固定とランダムについてる自分のメイン装備のブーツを売ってしまった人はいるよ、俺の周りに。で、ドンマイって言ってたら、数時間後に、なんだっけ、80万ぐらいなんか課金してなんかやってた。俺はこのチャンス、これはチャンスとするんだ、みたいな。本命。あの、なんかね、本気で急いでて、あの直前まで確認してたんだって。直前まで確認してて、で間違えないようにその外してちゃんと置いといたんだけど、急いでなんか自分のメインの装備を装備しないまま出品のやつ押しちゃってやっちゃったらしいよ。ポチ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 っつって、
ただその後めっちゃ課金してなんか似たような装備を完成させてたね。課金ですげえなーと思ってた。課金の力は恐るべし。ただやりすぎると身の破滅を招くから。つうか俺9時から何やるっつっけ。今日の9時は、あ、安らぎか。どーこだ、あれどーこだどーこだどーこだ、あった。あ、まあ、ここだったら許せるかな。いや、マジ、ペット犬さっき完成品が1個出たから、そこで完成品、この苦行の先に完成品あと9枚出てくれたら、めっちゃ嬉しい。あれ、なんか固まってる、ここで。動けねえんだけど。よいしょ。たまにさ、ビール出せない時あるよな。完成品欲しい、マジで。あと9枚。そしたら残り10枚になって、それだったらワンチャンギリギリ青石で、ペン使って10連回せる。スマホのヴィーナスは時間的にマッチングするようになってきた。いいなぁ、やりたいわぁ。いいなぁ。俺今苦行してるから今。まだ連盟ポイント、そう、連盟ポイントが続くと、だんだんね、もう嫌だーってなってくるんだよ。あ、ケプラーだ、まだ。ヴィーナスやりたいわ。さあ、マネキンさん聞いて。さっきさ、エデン行ったじゃん。で、その後、エリート戦場行ってきたんだけど、なんか、おかしいなと思って、見直したら、コードついてなかった。コード全部外した状態いた。そのさ、エデンに行く前にさ、ショットガンで縛りでなんかやろうっていう話してたじゃんか。あの時に、まあ、とりあえずショットガン、マジでいっかって言って、真夜中についてるコードをつけたのよ。で、その後に、あ、コード外していこうぜって外したから、だから要は真夜中用に作ってたコードをそのまんま外しちゃって、で、結果メインの真夜中がコードなし状態になってたの。で、気づかないまま行ってた、そのまんま。あ、そらさいらっしゃい。おつぱーんだ。いらっしゃい。さっき、エリートご一緒。そう、俺ずっとね、そらさんの後ろくっついてたけど、途中で見失った。見失ったんよ。ずーっと後ろくっついて、そらさんが、ローリングしたら、俺も後ろでローリングしてたんで、ね。真似しながらくっついてたんだけど、戦闘始まったらもういなかった。見失った。あれいねえとか言っていなくなったとか。そう、C に向かってるとこずーっと後ろくっついてたから。いや、今日はマジ、今日はね、ちょっとね、エデンが面白かった。マジでエデン面白かったわ。なるほど、それやらかしてますね。でしょ、それエデンの後、そのエリートでも気づかなかったんよ。なんか倒せないなと思ってるけど、なんとか倒してるから全然気づかなくて、で、だからただ戻ってきてメインの真ん中見た時に弾の数が少なかったの。俺属性で弾増やしてるから、でコード見たらあれないみたいな。ない、コードがないみたいな。クロックが6で完全。
今6は星1でクリアして7積んでる。なんか膝見たくて。だからもうあのポイントで強化して、それで余ダメ2つ取れたら行こうかなと思ってる今。あれ宝箱どこ？あれ宝箱どこだ？ここ。あった。なんかね、星1は、あの、なんていうの？なんだろう、あの、最初さ、遠くにいるじゃん。敵自体が遠くて、めっちゃ遠くから遠距離で攻撃してくるじゃん。で、その敵って結構左右に、なんかスライドっていうか動いたりするんだけど、あんま焦んないで、普通に一発一発狙って、なんかあの敵が交互に攻撃してくるんだよ。それさえ分かったら、あんまり被弾しないまま狙い撃ちできるから、とりあえず撃ったら一歩下がって、なんかあのフェンスの隙間から見える敵を攻撃してると結構早めに倒せるんだよ。でも敵はそのフェンスの内側ってあんま見えてないからフェンスで当たるんだよ。でこっちは飛んでこないから、ある程度スキルで狙って撃ったら一歩下がって、その間から撃ってたら、あのスナイパー持ってなくてもいける。スナイパー持ってたら多分もっと早い。俺時間が遅いんだよ。だから最初めっちゃ食らってやべえとか言ってたけど、慣れたらあんまり被弾しないで、まあ二桁たら当たるけど、慣れてきたら当たんないで結構いけるから、割かし、クリア自体は問題ないかなっていう。問題は時間？ただ、7は、なんか、簡単なのよ。あの、護衛だけなんだけど、なんかね、すんげえダメージ食らう。だからもう少し耐久か、あの、その護衛する荷物の周りから動かなくていいように、あの、火力を上げて敵をあっさりこう、倒せるようになったら多分楽にいけると思うんだよね。体感だけど。で俺は今あのペットガチャを天井まで回すためにひたすら軍用暗号を回ってペットチケットを狙っております。ただいま。いいねこれ、話しながらやってるとわりかし楽だな。これマジ話しないといないとすんげえ眠気が来るから、これこの作業、これ、アスリバ界で一番しんどい作業を軍用暗号だからな。それよりひどい。そう、マジで、あのね、秘密暗号はわりかし、いいのが出るって分かってるから、気持ち的楽なのよ。そして数もそんな少ないし。ただ、通常の青い号は、マジ連盟ポイントに偏ったらもう地獄だから、もうね、連盟ポイントしか出ないっていう頭でやるからさ、きついんだよね。ただ今回連盟ポイント偏ってるけど、あのペットチケットのかけらじゃなくて、まんま完成品がさっき出たから、とりあえずあと9枚欲しい。そしたらなんとか青石貯めたらギリギリいけるかなっていう、あの、月パスでもらえるやつは毎日貯めて、残り10日だから、10日あれば結構3000ぐらい貯まるから、それでギリギリいけるかなみたいな希望が持てる。今1枚出てるじゃん、これ。この1枚を10枚にできたら、ちょっと希望が持てるから、その希望を持ちつつ、果たして俺は、あと85枚をできるのかっていう、辛い戦いが始まっております、今。あ、いいね、近いね。いいね、ありがたい、マジで。これ近いところあんの嬉しいんよ、せめて。あの、あちこち行ってもいいから。そして俺はあの、今ね、廃品も集めとるから、こういう廃品があるところに飛ばしてくれるのはマジありがたい。もう廃品も同時進行で集めとかないとね。つか、後ろか。あれ、どっち？こっちから取ってくか。こっち取って回って後ろ行くか。マジ85個終わらせるかな。
でもこれさ、放置しとくとさ、前回30個ぐらいやったのよ、配信で。で、その後放置してたら、まだ90個で戻ってたから、ちょっとやそっとやったくらいじゃ、減らないで、気づいたら増えてるからさ、むしろ。だからこれ85個やってしまった方が、いいんじゃないかなと思い始めてるけど、なかなかね。何か話し相手、募集中なんでね。なんか質問等あれば、ぜひぜひ、気軽に質問してください。いつも質問会やってるんで。まあ、こんなことがあったよ、でもいいし。逆にこういうことやってほしいな、でもいいし。あ、なんか、もらえた。なんか、金塊もらえた。やった。あと、いいよ。作戦で、作戦データ集欲しいかも、今。めっちゃ欲しいかも。また叫び。この行ったり来たりが大変なんやね。もうカウントダウンしながら、こう、なんだろう。疑問に思ったことあれ、おちょ、危ない。やべ、距離感ミスったわ、今。長いよ。前回なんか砂漠の素材、なんか、2、300個集めた時も長かったね、マジで。できれば近くに欲しいよ。近く。あれ？あれ？あった！まあ。こんくらいなら許せる範囲でしょ。なんか方向音痴なんだけど、俺。これどっから行くの？これ。こっち？違うな。ここだな。マジ。ある意味軍用暗号って耐久よな。軍用暗号を全て終わるまで終われません的な。はい、宝箱どうか。あった。中身なんだ。チップショートキー。まあ、これもまあ嬉しい。まあ嬉しい、これも。残り83個です。エデン。これどっちも打った方が早いんだ。あっちでいいかな。いけい！ダッシュ。いけい。3桁貯めて軍用暗号。あれ、ぶっちゃけやろうとしてたけど、ちょっと今、ペット券が欲しすぎて、ちょっと今これやっちゃってるわ。でも、変わんなくない？もともと97個スタートだったじゃん。貯めようぜって97個で、昨日ちょっとやって、今、83個まで減ってきたよ。さすがに999個貯めてやるってのはもう地獄だから絶対やんないよ。終わんね。終わんね。終わんね。うちで配信中寝てる可能性すらあるよ。でも YouTube の配信のアーカイブは、なんか20時間までしか残せないっていう話だから、めちゃくちゃ頑張ってるのに途中から残せないって悲しいじゃん。今、課金した？まさかの課金？エピックチップの仇を追って課金をしたのかい？強いのは真夜中ですか？人による。真夜中は本当に人によるのよ。なんか、一番使いやすい武器は何ですかって言われたら真夜中ってなるけど、
強いって強いかって言われたらそうじゃないんだよね。結局真夜中ってミサイルぶっ放して当たった時に爆発になるから、そっからさらに誘爆とか連続爆破でさらに爆発を起こして、まあ効果力って高ダメージ与えるっていう武器なんだ。だ結局スキルダメージを上げとかないと、そのダメージめちゃくちゃ低いから、まあ、スキル用ダメージ、まあ、通常の用ダメージ上げる。で、それだけでちょっと足りないんだよね。で、結局スキルダメージと、属性値も上げなきゃいけないって、いろいろこう、追加要素が出てきちゃうから。だから、一番強いかって言われた時に、属性も上げて、スキル用ダメージとかもちゃんとデータ融合で持ったりすると、今だったら多分ね、エイダンスとか、ソーラーウィンドウの方が強くなると思う。酒我慢すれば課金できるけど、ちょっとなんだ。我慢する、しない方がいいと思う。ストレス溜まるから。まあ、ソーラーウィンドウの方かな。俺的に多分役に立つと思うけどな。周りの人にも、バフっていうかさ、ダメージアップにつながるから、まあ、団体行動をしてるときは、とてもとても役に立つけど、ソロで行くんだったら、エリダノスの方がいいかもしれない。ただ、ショットガンだからさ、何打つタイミングっていうか、何射撃タイミングっていうか、動作的なものが苦じゃないんだったらだけどね。苦手な人もやっぱいるからさ、ターン、ターン、ターンって打つやつが。まあ、一発打つためのやつが遅いっていう人もいるし、火力はある分遅いから、あれ。PV も好きだし、PVP も PVE も好きだよって人は、結構ソーラーウィンドウの方が使い勝手良かったりもする。かなんとも言えんよね。俺はもともとファルコン勢で、ファルコンが修正で、もう極端に、だから、弱体化しすぎちゃったから、真夜中に変えて今使ってはいるけど、おそらくだけど、ソーラーウィンドウの方が俺はダメージ出る。ただ、こう、接近して打ち癖があるから、使わないだけで。あ、スズメダイでもいいと思うよ。スズメダイは、まあ、ドローンを出して、自分が死なずに逃げ回ってれば、あちこち倒してくれるし、自分も一緒戦うって言ったら、まあ、敵のボスとかさ、大きめの敵だったら、懐に潜り込んで、下から撃ってれば結構ダメージ入るから。結構弱くはないと思う。とっつないいよな。勧誘しないの。今後多分、スズメダイに似た、多分ドローン形態の武器も出るから、まあずっとスズメダイ使ってくんだったら、まあスキル用ダメージとか上げていけばいいんじゃない？自転コードです、何スキルフェイスじゃないや、まあ時間スキルタイム短縮して、爆発系なのかな、ピリーズ赤い。これスズメダイ本当の初期しか使ったことないからさ、なんとも言えんな。でも基本あれスキルだから、スキル用ダメージ上げればいいのかな。なんか記憶力があちこち考えてわからなくてきた。ラゴンか。でもスズメダイが一番活躍できるのはデータだよ。ビーナスでも活躍できるかな。俺は一番最初にスズメダイが劣化されるよーって弱くなるよーのタイミングで持ち帰ったから、ラゴン大体ここだな。ラゴンの時、まあ自分の戦闘スタイルに合わせていいのを探しましょう。
いえ、レアチップか。ケプラー、もうこれ行ったり来たりがやばいね。でもやっぱ話しながらだとちょっと作業感はあるけど、進み具合が早い。まださ、放送外でとか声かけ、あ、放送外はいいよ、全然。放送中は、この放送の中で、募集かけたりしてやるからあれだけど、まあ一応気づかない時もあるから、うちの俺のサーバーにいる人は、サーバーに書いた方が早いかもね。結構気づかない時もあるからさ、インはしてるけど、別のことやってたり、横になってたりして、ずーっと自分の家のお風呂に入ってるみたいなことがあるから、だから事前になんか今日明日何時頃やりたいっていうのを書いておけば、わりかし春ソースさんと俺は6時ぐらいにインしてて、タイミング合う時に出入りやったりしてんだけど、なんか自分が都合いい時間あるんだったら、事前に書いといて、その時間合う人だいたいこの時間帯とこの時間帯ぐらいにインして一回落ちて、次この時間にインしてますねみたいな感じあるからさ、だからそういうのを事前に聞いとくといいかもね。作戦データか。だから事前に俺マネキンソンとかもさ、仕事が休みの日とかも事前に聞いてるからさ、だからそういうとこに合わせて何かこうやろうかなとか。まあタイミング合うときに。朝だいたいいます。なかなか行きづらい場所だな。だいたい俺6時ぐらいで1回インして、ささーっと出入り終わったら一旦休憩入ってることが多いな。結局次11時半の残響とかあるから、それまでちょっと休憩してることが多いで、残響とかをなるかし終わったら、まあ次のなんかこう、配信前とかその前ぐらいまでなんかのんびりしてるから、配信。まあ集めるものがあるときはやってるけど。あべ、ひっくり返った。え、どこ？あった。ジューシーか。ヘッド剣来ねえかな。これも確率だな。あ、惜しい。どこだっけ？あ、エデンか。とりあえず今日は危険種やったらもう一回エデン行こうかな。もう一回エデン行こう。さっき言ったらなんかちょうど終わっちゃったからな。
ちょっと遠いな。こっちか。遠いぞこれ。あ、登りたかった。いいのめっけ。どっか行くんだ？こっちか。あった。そろそろペット犬、もしかけだ。レアチップ。なんかレアチップめっちゃ増えそう。これやってると。青いやつ。ドゥーが。またドゥーが。ここ来んだったらこっち行った方が早いか。え？まだレベルめっちゃ低い。じゃあタイミングがあったら出入り。デイリー全然いいよ。デイリーデイリーなんかすぐ終わるし。いいなあ。どこだっけ今。もうすぐ忘れちゃうこれ。まあどこまで育てるかによるけど、チャレダン行くならチャレダンも別に行くよ。お近い。よし、もうちょっとでやっとあれが始まるで。変異種。これ最後かな。とりあえず20分ぐらいで一旦区切りするか。一区切り。ここか。痛えな。なんかボスいたな。あれ？ボスのやつだけ欲しいな。俺どこ行った？ボスの。あった。やべ、酔い覚まさなきゃって。作戦データ。よいしょ、戻ろう。いいね、こうダッシュめっちゃ楽。どうしようかな。危険優秀。鹿さんで行くか、レンジャーで行こうか。悩むな。
どうしようかな。まあ、当然レンジャーの方が火力は出るんだけど、当然のごとく突もしてるからな。突してる方が強いのかな。めっちゃ落ち着かねえこのトイレこのトイレやっぱ落ち着かねえわ。めっちゃ視線感じるもん。このトイレ落ち着かない。ちょっとの危険変異したあれ、おロボットだ。俺これ前回やんなかったやつだ。トイレっていうことは雷で行った方がいいんかな。前回ね、前回の時ね、ちょっと体調悪くてこいつね、やろうと思ってたけどやんないで寝ちゃったんだよね。どうすかな。火でいいかな。一旦火でいっか、一回目だし。一回目だから一旦火でいこう。あ、もういけるこれ。あ、いけるわ。一旦このまま、え、何ここ。あ、こんな感じなんだ。これ真ん中に来る感じ。でちょっと最初からダメージ出しておこうか。どんくらい違うのかみんなと。やっぱあれかな、変異種もやっぱり茨積んだ方がいいんかな。全然ダメージ出る気しないんだよな。あの5000万ダメージとか8000万とか出してる人はさ、どうやって出してるの。前回初めて3000万ダメージ出したけど、それでも開いてんだよねやっぱりね。まあ、単純にそのチップとかコネクターとか、そのそもそもバトルスーツの何体持ってるかとか、いろんなとこで差は出るんだけど、でもやっぱり2000万3000万の差があるっていうことは、多分どっかに他にもあると思うんだよね。それが分かんないんだよねまだね。単純に課金しててめっちゃ戦力が高くて強い人もいるんだけど、なんか、うさぎいない？うさぎ。なにこれ？うさぎの、うさぎ。なにこのリック。え？なにこれ？え？これなに？え？そんなのあった？え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 ？どこでもらえんのそれ。何このウサギ。え、このウサギどこでもらえんの。ウサギめっちゃいいやんこれ。
課金？え？そんなあった？いつの間にそんなやつが増えたの？うわ、ほんとだ。なんでまた、俺これ、なんもない、これめっちゃいいやんって買ったのにさ、そんな後にこんなものを出してくるとは。うわぁ、動いてるやん。いいな、これ。これ水漏れてるけど大丈夫？水漏れてますけど。魚死んじゃうよ、これ水漏れてたら。めっちゃいいなぁ。何このつぶらな瞳。何このつぶらな瞳、めっちゃ可愛いんだけど。待って、なんでこういうさ、ちょっと可愛いさ、この可愛い足とかさ作れるのにさ、パンダの帽子はなんかあんな感じなの？こんな感じのパンダ作ってくんないかな。パンダリュックいいなぁ。いいな、かわいい。近っ？虫歯？走行してるうち始まるやん。走行してるうち始まるぞ。で始まるよ。いけーい。撃て。ダメージ入ってな。全然ダメージ入ってな。これはバトルスーツ使った方がいいな。すげえサー開いてる。めっちゃくちゃサー開いた。バトルスーツ使わないだけで。やーべえ、えげつねーサー開いたんだけど。そして全然ダメージ入ってないんですけど。
やべえこれ全然ダメージ入んねえ。やっぱ雷の方が良かったかも。これは雷で来るべきだったね。そして雑魚敵がいないから茨あってもよかったね。あ、最後当たり前で終わった。青き森と、なんちゃらなんちゃら。あ、終わった。そうだ、鹿さんの、そういうことか、鹿連れてかなきゃって。危険種ってことか。123位だった。クロちゃん入ってる。5800万。2500万しか出なかった。鹿さん終わった願い事。550。でってやっぱ雷だったか。雷で行くべきだった。ラストアタックできてレジェ、おお、おめでとう。いいなぁ。それは羨ましいんだが。今日の日程、あとあの、魔の軍用暗号なんだけど。まあ、魔の軍用暗号が残ってんだけど、それ以外何かある？ヴィーナスとか行けないから。安らぎって何もらえんだっけ？あ、花か。なんかどっかでさ、あれないかな、あのチップもらえるやつ。ワールド探索はもう終わってんだよな。臨時イベントもまああるしな。カツアゲできるとかあるの？もうすぐ3万金塊もらえるわ。これ使っちゃったんだよね、ここで。せめてあのさ、この5000円で1枚もう1枚もらえるから、使いたい。ここであったやつ全部使っちゃったんだよ、ここで。あ、VR のやつ交換。1枚だけ交換できる。交換しちゃおう。で、VR は明日まだもらえるから、ここで3枚はあと2枚取れるな、ここで。っていうことは今2枚になったでしょ？あと2枚もらえるから4枚でしょ？あと6枚分。6枚分をどっかで稼ぎゃいいんだ。ないですか、6枚分。これも交換しちゃったでしょ？ねえな。なんかねえか、どっかに。やっぱこれか。あと4500、無理だな。探索が終わってなかったら4500なんかすぐ貯まるけど、終わってるからな、探索。臨時イベントもランダムだけど、それも1回で100とかだから、
45回やんなきゃいけないから、間に合わねえな、10日じゃ。よほど運がよく、発生する場所とかを知ってない限り。そしたらどこだ、あと。あ、やった。ここ買っちゃったしな。ワンチャンここか。1枚だけ買える、ここで。60% だから買っちゃおうか。49しかないけど、40使って。ここにも1枚あるんだけどさ、ここはまだね、使いたくないんだよね。最終的に2100超えて3000になる予定だから、明日からギリギリ最終日の13日まで10日間で。だからここが3700になる予定で、そこから2100引いて、900と1000だから、1600?いけんじゃねこれ。この計算いけんじゃね ?1600 残るんでしょ、最終日まで持って1600残る。で、毎日連盟補給で450使って回して、出なかったらアウトだけど、ペット券が1枚か2枚出たら、2日に1回、あ、ダメか。最終的に、あれか、これは危険だな。危険だな。でもワンチャンいけそうだな。本当の最後の最後で、連盟補給とかで、こう、賭けに出る感じでもいいかもしれん。計算が間違ってたらあれだから。ちょっといけそうな気配があるぞ。いいね。いい感じ。ということで、最後の終わる前にちょっとエデン覗きに行こうか。もう一回エデンを覗きに行こうか。また、その前にちょっとトイレ行こう。トイレだけ行かせて。エデン行ったら多分そんな暇なくなるから。ちょっと温泉使ってトイレだけ行こう。パンダが諦めいった。多分いけると思うんだよね。ちょっとおトイレタイム行ってくる。さあ今度はチップをちゃんとつけておりますよ。あ、いねえじゃん。いないじゃん。いるかと思ったらいなかった。まだ早かったのかな、時間的に。いませんでした。いるかと思ったのに。ただいま。これはあれか、
なれ、いない、いないならしゃあないよね。そうすると、この77枚、グリーンハンドを77枚消化する方に俺は持ってかれてしまうのか？おっと？さすがに77枚はちょっと、あれだな。厳しいな。なんか缶詰あるんだけど、ここに。マジじゃ邪魔なんだよな、これ。マジで、こんだけ作るとさ。ちょっと、切りがいいとこまで終わらせるか。しゃあない。しゃあなしだ、しゃあなし。しゃあなしだよ、しゃあなし。と言って、まあ、ペット犬出たらめっちゃ喜ぶけど。めっちゃ喜ぶけど。どこ？ラゴン。てれってててててて。やっぱ77、75までやるか。全部やっちゃうと、そっな、切りながらなくなっちゃう。あと2個。あと2個だけやる。どこ？え？やっぱここじゃん。なんかラゴンイコール全部ここなんか。まあ見つけやすくていいけど。でで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 あった。なにき作戦データ。はい、もう一枚先に。もう行ったり来たり。よし、ラストは何かな。連盟、ここじゃねえや。こっちだ。連盟補給じゃなきゃいいな。さあ、どこだ。なんか、また微妙なとこなんだ。よし。最後の一個はなんだ？最後の一個じゃねえや。今日本日最後の。トペイ！おお。よし。あ、めっちゃ簡単。なんだ。あ、でも上級券これ1枚なったんじゃない？これなったんじゃないか。あー、なってない。あれ、なんでだ。3枚。あれ、これって預けられるやつなのかな。なんか拾った記憶あるんだけどな。あ、だった。でも、かけらはありがたい。10枚集めたら1枚になるからね。あれ、俺なかったっけ。あ、ある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 。やっぱあった。1枚になった。あと5枚で1枚だから、青い暗号機やったら、2回だね。かけらを2回。1枚3、1回で3回だから。原石でフェットショップで。ん？原石でフェットショップ。それはもう買ってある。買った上で来週買う分も計算した上で足りない分を今頑張ってるの。あと20連分足んなくて、今ちょこちょこ作って4枚足したから、あと16連分。あとワンチャン、まあ、ワンチャンこれも欲しいんだよね。これ。今775しかないけど、明日以降のボス戦で、ちょっと獲得数増えて、
1000まで行くんだったらこれ欲しいなっていう、10枚買えるから。でも他に欲しいのがあるんだよ、ここに。このペンダントライト欲しくて、できれば今宇宙部屋作ってるからその四隅には絶対欲しくて、余裕があったらまあ L 字にかっこってつけたいなって思ってんだよね。あとこの銀河系マット。なるほど、そう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 。あと1体で、鹿さんが、ステータス、オール3になるんだよ。あと1体手に入ったら。だからどうしてもオール3にしたくて。ただ、もう1匹なんだよね。で、もう1匹だよねって言って、もう1匹手に入った時にオール3なんなかったらめっちゃへこむ、俺。超絶へこむ。パンダの今作ってる宇宙部屋。そうだ、さっき、そうだよ。これ、ちょっと邪魔。テーブル1個当たったって言ってたな、そういえば。テーブル。当たった。あ、まだと。ちょっと引っ越し。ててでて、宇宙部屋。この宇宙船さ、予想がでかかったんだよね。これもっとちっちゃいと思ってたんだよ。これ乗れるんだよ。あとはあれ欲しいよね、あのちっちゃいマスコット人形みたいなやつ。ちょっと希望が見えたところで、今日はもうやることやりきった感があるな。今日は一番エデンが面白かったな、今日は。マジエデンが面白かった。面白かったのに、財布開けてみたら、武器にコードをつけ忘れてたっていう。何か最後に質問等あれば全然受付いたしますよ。何かありますか？おそらく明日まだ多分この75個の残りやってると思うわ。もしくは深夜にこっそりやってるかもしれない。あーどうしよう。200、あーどうしようか、悩むな。4500必要なんだよな。4500のうちの200でしょ。悩むな。あ、いや、こっちでしょっか。これはちょっと取っとこう。これはちょっと取っとこう。どっちでもペット犬出ますか？出るよ。どっちもペット犬の完成品のペット犬出るし、10枚でペット犬1枚になるやつも出る。どっちも出るよ。枚数が違うだけ。ペットの、ペット犬のかけらが、エピックだったら5枚で、普通の軍用暗号だったら3枚。だから2回で完成するか、3回集めなきゃいけないかっていう違いだけ。あとは全体的に連盟補給が、違う。連盟ポイントが多くなるのが、普通の軍用暗号、青い方。だけど、基本的に多分ね、出てるやつは一緒だと思うわ。青い方でも普通のエピックチップも出たし、普通にフェット券も出たし、割合が違うだけじゃない、多分。あとはその1個のエピックチップ、エピックの秘密暗号だと、
なんかね、何個かね、セットしたりするのよ。連盟ポイントもあるけど、そのギルド貢献地の箱とか、ペット券の箱とか、なんか、3つ同時に手に入ったりするけど、だいたい普通の軍用箱は1個だけ、みたいな。数こなせば多分ね、いっぱい手に入る、いろんなものが。頑張れるんだったら、俺はちょっと心折れそう。でもさ、75個まで減らしたじゃん、俺。頑張ったじゃん、97個から。本当はね、エピックの方の秘密暗号もあったんだよ。今日1個やって、昨日16個やったのかな。鹿引こう。頑張って引こう。でも鹿はね、鹿当たんなくても、その60回に1回天井が来るから、通常100回で1回天井より、もう格段出やすいから、俺なんなら天井前にすべきでしか2体引いてるし。ただ注意点が1個あったわ。俺も気づいたんだけど。その注意点で俺、計算狂ってたのよ。あ、なんかおかしいな。合わねえな、天井まで。と思ったら。400から60じゃなくて70になる。400までは、60回で1回天井だけど、400から70回で1回天井になってるわ。だから360までが60回天井で、次420回から70回天井。10連分増えてるっていう。なんで最後まで60連でやんなかったんだっていう。急にね、なんか足りねえなぁ。あれ、計算おかしくねえと思ったら、普通に、70連じゃん、みたいな、なった。昨日。で、今日、一生懸命それを貯めてた。まぁ、ちょっとね、日差しが出てきた。なんか、できそうな感じがちょっとあるから、まだマシだね。もう、課金しないで絶対無理だよ、だったらちょっと、しょぼんだったけど。青コインも取らなければ。一応ね、月パス入ってるから、毎日300ずつもらえるんよ。で、それプラスアルファで、他のところで、ビビたるもんでももらえるところ増やしていけばいい。あと、デイリーでももらえるからさ、クリアすると。ギルドに応援要請できるけど、それもしないで自分でやったら、その分もらえるし、ギルドで誰か支援依頼出てきたやつを代わりにやったらその分もらえるし、20個かな、青石。だから青石を増やす手段っての結構あるから、最悪、もうギルドのメンバーに、今青石急いで貯めてるからみんな支援依頼出して、つって。それを可能な個数全部毎日やらせてもらったら、溜まるよ。溜まるよ。みんなで協力して貯めようぜ、つって。まあ、なんとかして貯めましょう。でも、結構ね、やりがいっていうかね、目標がちょっと達成しやすい状況になったから、ちょっと、やりやすくなって、気分も良くなってきた。で、今日ね、後半で、ちょっと縛りのね、動画でも撮ろうかなと思ったけど、お願いしてたお二人が多分ね、今ね、リアルのね、バタバタしとって、できないから、明日かな?どこぞやのタイミングで、ショットガン縛りでもやろうかなと思っております。はい。ショットガンのみで、チャレダンとか、チャレダンが一番手っ取り早いよね。わかりやすくて。まあ、そんなコーナーでやっていきたいと思います。本日は今日こんなもんかな。何か質問等あればコメント欄に書いてもらったり、またね、次回の配信等ね、
やはりいつでも質問は受け付けておりますので、気軽にコメントしていただければと思います。まあ、今日はね、いつも以上にちょっと充実した配信だったの。めっちゃ楽しかった今日は。ちょっと味を占めて明日以降なんかめっちゃエデンに行きそう。めっちゃエデンに行きそう、自分から進んで。お疲れ様でした。ありがとう。ではでは、本日の配信は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の配信もよろしくお願いします。楽しかったよ。明日も多分エデンに行くわ。おそらくエデンが多分パンダ配信の定時的に何か時間を決めていく目的というか、恒例行事になりそうな気はしないでもない。ご期待あれ。ではでは皆さん、おつパンダでした。また次の配信もよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様です。またねー。バイバーイ。かかってこい配信。かかってこられたらもう、何もできないよ。みんなお疲れ様。おつパンでーす。